家の前にリングがあって兄がバスケットを練習してたのを邪魔してたので、小学校ぐらいからシャッター、まあ、ボールには触ったんじゃないかなと思いますね。プロ野球選手、いやピッチャーはちょっと憧れてたんですけど、あの大谷君にすごい憧れてるので、もしバスケやってなかったら絶対ピッチャーやってます。イケメンが多いと一番イケメンな選手は誰ですか？僕です。おちゃらけてます。真面目な時は真面目ですし、ふざけてる時はふざけてます。高いところが僕めちゃくちゃ苦手です。外に出て人のいないところに行って自然を感じてます。ゴルフです。チームのみんなと一緒に打ちっぱなし行ったりコース回ったりしてます。たくさんです。僕どっちも苦手なんですよね。それ辛いのも苦手ですし、僕チョコレートとかも全然ダメなんですよ。菊池真夏選手がいなくなると困ります。好きです。まあ、各チーム本当にいろいろ特徴があって、いろんなバスケットを見れることがあるのは本当にここの愛知県だけだと思うので、バスケットを観戦していただければ、試合見てよかったなと思えるので、ぜひ会場に来てくれればいいなと思います。